開催まであと1年を迎え、2014年11月1日、プレ国民文化祭県民文化フェスタが開催されました。9月に行われたオーディションに合格したメンバーが会場へ集まりました。ステージイベントの中ではストーリーナビゲートキャストの県民の皆さんへの初お披露目が行われます。やっぱり一番重要な楽しむというところを心に留めておきながらやっていきたいと思ってます。またお客さんが入ったら違う雰囲気になるんだろうなっていうのが楽しみです。事前リハーサルが始まり、自分たちの動きを確認します。選ばれたからにはしっかり自分の役割というものを果たして頑張っていきたいと思います。自分は鹿児島県の代表になるんだっていう自覚を持たなければいけないし、そういうプレッシャーを程よく感じながら頑張っていきたいなと今思っています。いや、もう受からないと思ってたんで、すごい来た時は飛び上がって喜んだんですけど、でもそれと同時にやっぱりもっともっと頑張っていかなきゃなってすごい責任を感じたりもしました。これからまた練習も増えていくと思うんですけど、それを積み重ねて本番でいい舞台にできればいいなと思います。大勢の観客が詰めかける中、ステージイベントがいよいよ始まりました。国民文化祭。メンバーのお披露目はプログラムの最後。楽屋では本番に備えて練習に力が入ります。力を合わせて最高の舞台を作り上げていきたいと思います。頑張るぞ。まもなくナビキャストの出番。いよいよ本番です。ストーリーナビゲートキャスト14人の皆さん、今日は13人の方々に、鹿児島国分祭の発表を見て登場して、私たちはストーリーナビゲートキャストとして1年後に行われる開会式オープニングフェスティバルに出演することになりました。ここにいる素晴らしい仲間の14名で最高の舞台を作り上げていきたいと思うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。南風に乗ってふるさとへ届くように感じるまま、まま解き放つこの心あふれる想い詰め込んで未来までつなげよう、僕らのタイムカプセル。不安を抱えた時、答えに悩んだ時、見つめてごらん足元を、見上げてごらん青空を、感じるままにまっすぐにありのまま解き放つこの心あふれる。開催まであと1年を切りました。今日のお披露目でスタートラインに立った14人、これから歌や踊り、お芝居の稽古が本格的に始まります。